こんばんは。ねえ、あのアンドロイドだとさ、なんかなんだこのツイキャスのさ、あ、そう、髪切った、そう、髪切りました。ちょっと一時的にこの染めもしないし、よく見るとちょっとプリンな、染めもしない、切るだけのボンナボブカットになった大原桜子ですみたいな大原桜子さんみたいな髪型になりました。ヘアスタイルかわいい。あら、ありがとね。そうで、ミュージックビデオ前にもう一回美容室行こうと思っているんだけど、ミュージックビデオ前ってなんだ、ミュージックビデオの撮影前。いや、そう、もうすぐね撮影があるんだけどさ、なんかさ、アプリの発達とともにさ、私ミュージックビデオの画質で戦っていけるかわからない不安。あー、お茶ありがとうございます。お茶ありがとね。これさ、お茶さ、くれた人の名前呼びたいんだけどさ、出ないんだよな。どこで顔すっきりしてるな。顔すっきりしてるかな。なんかどうやってもオリアングルお茶ありがとね。お茶ありがとうございますね。そういえばさ、お茶あれにした、あの、なんだ100お茶のイラスト設定してみた、初めて。うん、ずいぶん綺麗。いや、そうっていうかさ、そうなの、あのさ、そうだから、あのアンドロイドだと、あの美肌、100お茶が来た、ありがとう。ラブって書いてある、うさぎです。うさぎありがとう。ラブうさぎありがとうございます。もしかしたけど前髪剃れた。そう、あのね、髪の毛切って前髪も整えていただきました。ショートボブうさぎ皮ありがとう。ちょっとお礼送るから、本当は名前とかも呼んであげたいんだけど、なんか私ちょっと、あ、そうね、コメント付きだと読めるね。七しのゴンベさんとかね、七しのゴンベっていう名前の七しですね名前ありですねありがとう、お茶箱似合う、かわいい、本当にありがとう。なんかさ、普通に褒められてちょっと照れるんだよなあの、半分ディスっていいよ、半分ディスっていいよ、お肌ツルツル。そうで、あのずっとその話しようとして、さっきかと思って、曲流すね、我らの曲流しとく。ちょっとまだ新しいやつはないんだけど、よいしょ。で、なんかあのアンドロイドは美肌の対応してないんだけど、お茶ありがとう、みんな本当で、あのなんか今 iPad でやってるの、 iPad の方だったらできたから、ちょっと美肌バージョンにしてみたんだけど、なん、ちょっと待ってね、ビューティーナチュラルってやつにしてみたんだけど、全然違うね、これは詐欺だよ。パーツとかの大きさは多分変わってないんだけど、肌を綺麗にしてくれたりとか、こう、なんつうの、陰りとかを薄くしてくれてる気がする。ふんわりしていて可愛い。ミシャー、美肌で、ね、めっちゃ美肌。こんばんは。お茶箱ありがとうね、アルフ。ありがとう。トミもありがとうね、みんな。スタンプもありがとうね、サーヤ。ちょっとね、あ、半分ディスる。ルカもありがとうね、お茶ね。もうみんなお茶ありがとう。お茶、そうで、なんかね、美佐子なんでパンケーキ見てるの？美佐子、パンケーキ食べたそうにしてる。新曲流すねからのかまってちゃんめっちゃ嬉しい。そう、一番新しい世に出ている音源シリーズをね、ありがとうね、トウキミさん。16日に TWICE 17の番も、そう、そこら辺がちょっとね、あれ、今日の政府からの発表見ました。なんかかなり曖昧で、私あの結構調べてやっと理解したんだけど19日までまたちょっとなんか継続で、なんだ、いわゆる不要不急のイベントを自粛してくれみたいな感じなのかな。とりあえず、そう、なんか2週間って最初言ってたやつがプラス1週間になった。ちょっとね、日本語で表すのも私も難しいんだけど、そうで、延期で、万本の福
かリリーベが19日なので、次の日ライブなの、福岡ライブ。どうなるか分かんないんだよね。なるほど、美佐子さん式で、なんかまあその事務所の中でもいろんなアーティストいる、 ありがとうね、お邪魔くん、本当にラムネ武蔵ありがとうね。そうだから、あ、黒パブ君もありがとうね。自粛延期的な、自粛延期で、なんかそのフリーランスの仕事の人たちのなんかその対応はどうなるんですかみたいなのが、そういうのも結論が出ないまま多分終わってて、子供休みで職場のシングルマザーさん超苦労してる。いや、そうだよね。うん、髪かわいい、ふみちゃんプロデュースだから福岡遠征したい。いや、そうなんだよね、どうなるのか。職場のマスクは毎朝市長さんから配給になるレベル。そうで、私さ、そうなんかマスク、あのマスク普段からつけてたの。だからなんかこう、まあ今買うのもなと思って、まあ、買えないだろうし、そう、保証するかわかんないんだけど、わかんないんだけど、果たして自粛するのか。まあでもそのなんかあってしまったらやばいから、その、あ、福岡用事知り合いに譲った、なるほどね、会いたかったけど。美佐子さんスケジュール、いや、そう、どうなるんだろうなってすごい思ってて、マスクカバーあれば便利に、マスク売ってないよね。そうなんだよ、早くばもんちゃんに会いたいぞ。いや、私も会いたいよ。そう、めっちゃ会いたいんだけど、なんかそのみんな大丈夫いろいろとみんな本当に大丈夫。なんか私もさ、会えないの寂しい、すごい寂しいんだけどさ、みんなというか、会いに来ようとしてくれてた人たち、もううちらもどうなるか、もうなんか、いや、そうね、悲しいことに広島行けれんくなった。いや、そうだよね。そう、あのやっぱスケジュールがねずれ込んじゃって、その分あのなかなかねうまく いかなくなってるんですけれども、早く元気な世界になってあげたいね。そうで、私さ、なんかこう、多分なんつうんだろうな、それはいいとこでも悪いとこでもあると思うんだけど、なんだろう、なんともない人に何言われても、なんともない人が元気がなくても割となんともないのあの、なんつうんだろう、例えばだけど、なんかあのさらっと言っていいのかわかんないけど、なんかあの昔いじめられてた時とかは超平気だったのそのいじめがトラウマになってる人のがほとんどだと思うんだけど、いじめられたことがあった人はね、私超平気だったの。なんつうんだろう、いじめられても本当になんともなかったっていうか、まあ、それはレベルの違いもあるかもしれない、まだ軽度のいじめだったのかもしれないけど、なんなら気づいてないくらいの勢いだったんだけど、まあ、それぐらいね、なんかそう、例えばアンチとかなんかもう気になんないし、なんかそれ以外のなんつうんだろう、本当に関わりがない人たちのこともなんかその感情移入するレベルまでストーリーを聞かなければ、そこまで私はなんかそのなんか元気がないっていうのを見たとしても、そんなにそこまで自分のことのように辛くはなんないんだけど、なんかこう音楽なり私のことなり、なんかこう私からなんかこう普段エネルギーをもらってくれてる一番こう大切な人たちがね、元気がないとめちゃめちゃ食らってしまうんだよねそうだから結構へこんじゃって、でもなんかそれ無理をしてほしいわけじゃないけど、美佐子があのなんかツイッター見るから、あの元気ない言葉をツイートするのはやめようみたいな感じで気を使わせちゃったら、ちょっとそれは違うっていうか、なんか吐き出すことで楽になる人も絶対いると思うからそうだから、あのいじめられてる時には分かってなかったんだけど、あの好きになった人や自分のことを好きになってくれた人がなんかがちょっと傷ついたことの方がバキバキ私を傷つけてくる、どうでもいい人たちとのなんかこうダメージに比べても全然辛いっていう陰ながら憧れ、ありがとうな。そう、女神ですか、いやいや女神なのかな、逆に言うと大切な人たちがどう
っていうのがそんなになければ割と私は平気なタイプっちゃ平気なタイプだから、ある意味女神ではないかもしれないけど、そうだからね、ワインと同じくらい優しい、半分半分だね。じゃあそうだからね、ちょっとね結構ね、これ音楽でかいから、もしかしたらちょっとちっちゃくした、強くても美佐子さんのおかげで頑張れるよ。そうでもさ、なんかこうなんつうんだろう、生きるってさ、そのお金を稼いで、そのお金でご飯を食べて衣食住をこう充実させるっていう以外の部分ってすごい大きいじゃん、気力っていうかさ。だからなんつうんだろうな、あの心の支えにしてくれてる人たちがこのまんま次いつ会えるか分かんないし、そもそもなんかこう音楽業界全体だけど、その音楽とかそういうものを心の頼りにして生きてきた人たちがどれだけ持つのか私は心配そう、どれだけ持つのか心配だな。私もさ、なんつうんだろうな、あの小学生の時にファイナルファンタジー6に出会い、それですごいなんかこう作品をめちゃめちゃ愛するみたいなところからやっとなんか自我が保てるようになったんじゃないかなっていうぐらい、それまでなんつうんだろう、鬼の子みたいな感じだったんだよね鬼の子みたいな感じだったのなんつうんだろう、もうこのなんかエネルギーが常に有り余ってるんだけど、どこにぶつけていいか分かんなくて、もう突然切れちゃうみたいな感じの、そう突然切れちゃう系の子供だったのねでもそれがなんかこう何かめちゃめちゃ好きっていうものにやっと出会えたおかげで、エネルギーをぶつける先が見つかってめちゃめちゃ穏やかになったんだけど、だからなんだろうな、人間って多分そういうものっていうか、なんか有り余ってたりとかするエネルギーをぶつける先がないと、まあなんか人として人として真っ当な人間としての形を保てなくなったりとか、まあ、逆もしかりっていうか、その何かから一生懸命エネルギーをもらって生きてたのに、それがなくなったらやっぱり人としての形を保てなくなったりとか、そういうものだと思うんだよね。そうエンターテインメントは生活必需品だよね。そうそう、なんかあの、まあ、元々晩門のボイドレしてくれてた先生がさ、あのなんかこう晩門メンバー全員と一緒にボイストレーニングしてる最中に、みんなはその音楽に今まで救われて生きてきたかもしれないから、それを返すことをしたいんだと思うんだよねっていう話をした瞬間に、晩門が集団号泣したぐらいには、私たちもなんかそこでこう救われてた、救われてるっていう言葉がそう、まあ、いろんな意味含んでると思うけど、そうそうそう、そういう人たちが多分ほとんどなんじゃないかなと思う。その不眠不休じゃない不要不急ってさ、いやそりゃそうなんだよ、ご飯食べて寝るところがあれば一応人は死なないことも、死なないっちゃ死なないのかもしれないけれど、それを行おうとする過程にやっぱ精神力ってめちゃめちゃ必要で、それがね、それがどうにかそのね、そのなんつうんだ、ご飯以外の心の糧みたいなのをね、そう不要不急じゃない、そうないと死んじゃうっていうけど、本当にそういうものだとすごい私も思うから、だからね、それがなんつうんだろう、それが行え、ずっと与え続けられるかどうか分かんない今の状況っていうのか、私も結構不安なんだけど、だからまあそのできる限りのことはやろうかなと思ってるけど、そのライブとかもさ、その次いつになるか分かんなくても箱を押さえとかないと、もうその本当にいつできるか分かんなくなっちゃうから、まあ、私たちもさ延期で新しい箱を押さえたりとかもしたけど、うん、
そうなんだよね。でもそれがまた中止ってなるたんびに多分私も申し訳ない気持ちになるけど、でもまあもうしょうがない、しょうがないんだけど難しいんだよね。そう難しい、めちゃめちゃ今すごく難しくって、どうしたらいいんだろうって多分、まあ私たちもそうだけど、スタッフさんとかは特にめちゃめちゃ今多分動きながら考えてくれてると思う。今は仕方ないで、なんかまあちょっとかまってちゃんは方向性的にはあの、まあ、確実にできるだろうっていうところに延期する感じになるのかなって思ってるんだけど、万能はあの、まあ、結構予定決まってたからなるべく抑えられたら抑えて、それがどうしてもできなかったら中止っていう感じに、なんかちょっとそのまあそのそれぞれのチームのそれぞれお世話になってるイベンターさんとか、リーベとかになるとまたイベンターさんじゃなくってそのお店店舗がもうやっちゃダメですってなったらもうすぐできなくなっちゃうんだけど、リーベとかが中止になってるのは大体それでダメになってるんだけど、そうね、ごめんちょっとあんま面白い話が全くできなかったけど、とりあえず現状を先に話してみました。そうだからちょっと今後のことが分かんないんだけど、とりあえず私はなるべくみんなが元気になれるように頑張るっておかしいね、うん、私も元気でいたいし、なんかねみんなのためと言いつつ私が多分きついだけだから、もう超自分のため超自分のため、みんなが元気だと私は元気キャスで元気になるで。そうというわけでね、とりあえずまったりとね、今日はマスクをね、あのマスク作り動画を見るのがすごい好きだったの。でもなんかそのあのいろんなパターンがあるんだけど、私はすごく適当な性格だから適当に作ろうかなと思って、みんなで動物の森やるね。そうだよ、みんなで動物の森とかやるやつやりたいよね。これなんかお母さんが多分過去になんかこう私になんかなんだ差し入れじゃないけど、なんつうんだ、野菜とかくれた時とかに多分なんかいろいろ物が包んでくれてた風呂敷みたいなのがあったから、これでなんかマスク作ったら可愛いんじゃないかなと思って、おしゃれマスクなしやけど可愛いね。ここら辺の柄いっぱいついてるところら辺とかに和柄、せっかくだからなんか可愛いやつにしようかなと思って。であのね、今ねマスク紐がやっぱり手作りマスク作りたいっていう人が多分いっぱいいて、あの辻のぞみさんがマスク作ってる動画とかだと使い捨てマスクの死にかけって言ったらあれだけど、使い捨てマスクの死にかけ、あのもう使い終わったやつの紐を再利用っていう、ここだけだったらその洗っても大丈夫だから、そう使ってたマスクの、そう使い終わった後の使い捨てマスクのゴムを取っといて使うっていうやついいなと思って、そのなんかマスク紐がね売り切れてるらしい。でまあ普通のゴム紐、例えばあの赤白棒とかのさ、ここについてるようなやつとか、あのよく汗が染み込んだやつかじったりしてたよね。今思うとめっちゃ汚いなって思うんですけど、小学生の時はしょうがないね。そうガーゼもあんまりないって聞いた。そうガーゼなんかいわゆるちゃんとしたガーゼは多分なくて、あんまりでもなんかもうこれでいいんじゃないかなと思って、で多少なんかこう縮んじゃってもいいかなと思いながらなんだけど、これちょっと買ってみたんだよね。これ初めての試みだから、あの作ってみたもののポンコツのマスクが出来上がる可能性も大いにあるからね。めっちゃかじってる子いた、いたでしょ、いたでしょ、それ私です塩分補給なんか良さそうだね。なんかあの怪我とか用の吸水性通気性に優れた天然素材、なんか要はガーゼって何が重要なのかなって思うけど、私綿 100% ならいいんじゃないかなと思って、これさちょっと1個だとさこんな感じなんだけど、これでいけんじゃないかなって思って、綿 100% ならどうにかいけんじゃないかなと思って。女子は化粧つくから洗うの大変そう。まあでも内側だけつく分にはね、うちの近所ガーデスらない、いやそうでしょうね、そうでしょうね、
そうでしょうね。あ、初見さんありがとう。琵琶湖湾湾王国知ってますか？ごめん、琵琶湖湾湾王国存じてなかった。実際にあるのそれ？ワンワンに会えるのそれ？マスク作ろう。だからあのガーゼとか何もなしに万文のなんか過去の物販のタオルとかでさ作れそうだけどね。だからこれちょっと重ねていってみるっていうやつやってみようかなと思って。あと初見さんちょいちょい来る、ありがとうございます。あの普段はね音楽をやっています、ドラマーです。でも今日はただのんびりとマスクを作ろうとしてます。ハンカチで作ってる人もいますね。そう、なんかワンタッチでハンカチで作れたりもするらしい。でなんか私は別にそのかたくなにこうかたくなに、これ透けないね、大丈夫だね。かたくなになんかこうなんつうんだろう、花粉とかを抑えたいっていうわけじゃないから、なんか飛沫程度をこう防げて、なんか周りをにこう不快感を与えない程度でいいかなと思って、ちょっと今こんな感じで当ててみてるんだけど、これのまんまざっくりざっくり切るぜなぜなら俺は雑だからな。これちょうどガーゼがこんぐらいで、これ私多分でかいから、でかいから、まあ、こんなもんでいいんじゃないかな。上下ね、ちょっとまあ難しい、わかんない、どうなるかな。んこれが B 型です。そう、私超 B 型、超 B 型だけど、なんつうんだ、 B 型って結局さマイペースって言われてさ超 B 型だなって思う人もさ、そのマイペースのベクトルがどっちに向くかによるけど、私はのんびり型の、のんびり型雑 B 型なんだけど、全く逆のせっかちB 型さんとかもいるからさ。いつも腕につけてるのってみさんが、これね、なんかあの神社でもらえる、もらえるじゃない、か買えるお守りみたいな B 型なのでわかる私の雑。でもね、あんまこうあのあれあれよ、自意識の問題も結構あると思うよ、血液型って。断髪式流れてますね。断髪式はね、アイドルの気持ちをね歌おうと思って書いた歌詞なんですよ。みんなアイドルは本当はオタクのことが大好きなんだよっていうのこようなことがね、こう分かってほしくて、それはなんか私が、私なんかがそう言っていいのかわかんないけど、アイドル代表としてね、ちょっとなんか手元映せなくてごめんね、顔見てておしゃれなお守りどこのですか？ああのね、名前出てこない、どこだっけね、うん、みずこ死ねって言ってるじゃん、し、あの最後まで私のことを押して死ねって言ってるだけ。なんかペン持って、これこれはね、あのとりあえず適当になんか適当にこのガーゼより大きいところを切ろうと思って、ちょんちょんをつけたよ。これちょっと違う、ピーピーピー。ちょっとあれね、なんか今印つけて切るんだけど、多分だけどその折り目つけるから縦が長い方がいいんでねえかなと思って、で長めにするね。今布切ってます。ちょっとお母さんがこれ超大事にしてほしかったらどうしよう、お母さんくれた布。ポットでの配信者ぬぬぬ、ちょいちょいコメント読めなくなるけど、この配信さすがに。今ね2箇所切ったよ。静かに笑う女の子、よいしょ切れた。もうこんな感じで切ってみた。薄めのマスクを目指してる。
違う意味での ASMR ね。ちょきちょき。あーうさぎだ、うさぎありがとう、カツオ。どうかな、こんなもんでどうかな。したらばちょっと、あのね、私よくやるんだけど、アイロンの代わりにヘアアイロンを使うっていう、そんな技をよく使うんですよ。だから今日アイロンをかけるところは全部ヘアアイロンで行います。というわけでちょっとヘアアイロン設置しようかな。温まるのに時間かかるからね。なるほど、私もやる。そう、あのおなごはねヘアアイロン割と持ってると思うんですけど、最後黒いな、ウサギ。最後黒い。終わったよいしょ。このちっちゃいやつでいこうかな、モッツヘアの。で前髪とかこうやりたい時に、私ここだけ癖っ気なの、すごい。ここ伸ばしたい時がめちゃめちゃあって、そう、これをよく、あと持ち運びに便利ね、ちっちゃいからね。これを温めつつ、のりしろのところを使いやすそう。で、これの上と下をまず縫いたいんだよね。で、ガーゼをおいおい上から縫い付けたいから、ちょっとそのギリギリを攻めてみる。難しいね。よいしょ。これこうちょっとこう、なんつうの、こうやって内側に折り曲げた状態で、あのギリこのガーゼの縁が上に乗っかってくるスタイルだといいかなと思いまして、思いましてね。だからちょっとそこで折り目をつけたいと思います。意味ないです。やりたいことだけ、やりたいだけの。これベースのダンスは一応私が作ったんだよ。ただあのサビはねグミさんが。めちゃめちゃ生きてる。シングクルフプテテ。そう。久しぶりに配信来れた、かわいい。あのね、今日はね、あの、比較的かわいいですよ。あの、美肌加工を覚えた。ツイキャスで美肌にする方法を覚えました。こんな感じかな。で、行ってみよう。よし。アイロンをかけるよ。このような感じでね。わあ、すごい綺麗にアイロンかかる。これあの頭髪量、整髪量とかをつけてよく かけてる場合はヘアアイロン。多分拭いてからの方がいいと。熱した状態でね、濡れたものでね、確かね拭くとね、整髪料とかが取れるってなんかで見たような気がする。ヘアアイロンの汚れの落とし方、プラ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 、手太い。ママ好きだよ、根っこ発見速攻ダッシュー。けーためになります。天才じゃん。ミューチーのベースもいいよね。そう、これもミューチーほぼほぼ一発撮りぐらいな感じの勢いでね、一瞬で弾けてたね。オレを食べていい。唐突に。うんうん、
私オリオさ湿ってる方が好きなんだよね。豆乳も飲むね。ああ、こたつあったかい。みさこさんそれおはじきやでっていうコメント面白いね。わかる、すっかすか最高。いやそうなんだよね。あーお茶箱ありがとうね、みゃんこ。ちょっとあの読めてない人もごめんね、お茶箱くれたのに。お礼は必ずやを送るから、目についたところだけ読んでいくスタイル。もしこれぴったりじゃないですか。どう、いいんじゃない、いいんじゃない。一緒に踊ってちゃ、みんな一緒に踊ってちゃ。たら私は手縫いが得意なんで時間はかかるけれど手縫いでお届けします。ちょっと冒頭に真面目な話 しすぎたからさ、あのねちょっとさ残念なお知らせしていい？まだ全然進んでない。あのさ糸めっちゃあるの、糸めっちゃあるんだけど、糸めっちゃあるんだけど、一番よく使うさ白い糸をさ使ってる時にさ猫がさ戯れてきてさ、やっぱ猫って毛糸とか糸とか好きなんだろうなって思うんだけどさ、冷蔵庫の下にさ転がしてったんだよね。だから白い糸じゃなくてもう絶対に失敗できない青い糸を使ってみようと思います。でこれ便利なんだけどさ、これさわかる？わかんないね、絶対わかんない。あのさ上がさこう V 字になってて、このそう猫ちゃんね、猫ちゃんね、そう白がまさかの不在です。そうでこれ上 V 字になっててよく見るとちっちゃく割れてるの。あーお茶箱ありがとう、キリさんかな、キリさんかな、キリで合ってるかな、怪我しないでね、振りじゃねえと。わかった。そうでこれね、ちょっと待って私いくよ。ここをねその V 字のとこに挟んでいくと、ほらプチンって今言ったんだけど糸が通るの。めっちゃ便利じゃない。これ100均に売ってるから。そうだからいちいちあの糸通しとかね、なかなか使ってもさ通らない人とかはさ、これめっちゃ便利だよ。楽にできる。そうそうめっちゃ楽にできる。そう通さなくていいんですよ。これは便利ですよ。というわけでね、これでなるべく綺麗に縫っていこうと思います。すげえね、めっちゃ便利だよね。よし、ここら辺かな。ちょっとこうかな。でもね、手縫い得意なんだよ比較的。今もう不穏な空気が一瞬流れてた。よいしょ。手元見たいかな。手元カメラ、手元カメラなくてごめん。これさ本当だったらさ多分こう返し縫いとかしてさあれした方がいいんだろうけどさ、なるべく可愛く縫うからそういうのなしでいくね。返し縫いじゃないっけ、もう忘れた用語。家庭科部でひたすら苦労してたのでめちゃくちゃ感動してしまった。そうなんだ。それは感動するよね。もうやっぱどっかしらに一生懸命いかにみんな便利な生活を送れるかっていうのを考えてくれてる人がいるんだよねきっと。だから裁縫界隈にもねこのように頑張ってくれてる人が。はじけるまま笑顔のショーイン、青いをくぐればスーパーハッピー。もうまんま縫ってく、まんま縫ってくわ。ストレート縫い。失敗したらごめんね。
いろんな意味で。この3センチ浮いてる世界、私毎日生きてたいから。昨日めちゃめちゃ一回お酒飲みたくなったんだけど結局飲まなかったな。あのかまってちゃんのスタジオ終わった後ミーティングがあって、それ飲み屋さんでね時間的に行われたんだけど、やっぱ私ね裁縫得意ですね。これは長いから、そう飲みたかったんだけど、ちょっとね胃腸の調子もそんなに良くないから今回はね断念しました。飲まなきゃやってらんねえミーティングだったのかなそんな感じではなかったんだけど、まあでもねその3本決まってたかまってちゃんのワンマン、こういうパターンの時はこういきますみたいな話をミーティング中したりとかね、今後の予定の共有とかをねしてました。何でもできるじゃん、そう思うじゃん。昨日も飲み屋さんで何回皿を転げそうになったか。なんかさ、なんつうだろう、動かなきゃいいんだけどさ動いちゃうんだよね私。なんか空いた皿とかをさ重ねようとするんだよ、重ねてさ持って行ってもらおうとするわけ私が。やんなきゃいいんだけどね、向いてないね。あの向いてないっていうのはその物理的に向いてないっていう、ね、気遣いができないともまたちょっと違う。動けば動くほど全てを破壊していくデストロイサラダを盛り付けるとかもさうまくないんだよな。ちょっと一回ドレッシング回すためにかき混ぜるねっつって、もうそしたら終わりですよ、すぐ終わりです。トマトがあっちこっちにきっと散らばるんですよ。メロメロ破壊状、そうデストロイ。これまだ一辺しか縫えてない、なぜなら丁寧に縫おうとしてるから。白歯黒歯、そう今回さバンマンがさ今さリリーブを本来だったらめちゃめちゃしているはずのさ新曲でも歌詞書かせてもらったけど、これもねあの若子酒のね知らない方にお話しすると、若子酒の主題歌、ドラマ若子酒の主題歌にね、バンモンちゃんに楽曲提供よければお願いできないですかというお話をいただき、喜んで愛を込めて書いたんですけど、私が歌詞をすごい原作へのリスペクトを込めて、先にドラマで放送される話数ってどこら辺のですかっていう話を聞きながら、そこで放送される回で出てくるお酒とつまみの組み合わせを曲の中に盛り込みつつ、メンバーがそれぞれ好きなお酒の種類をヒアリングしながらそれを混ぜたっていうコールパートがございまして、嬉しいね。カニ曲ですね。そう、あの新曲はカニ曲です。で今流れてるのがね、酒パラダイス、酒パラダイスっていう。これはいい感じじゃない？さては、あともう少しでとりあえず一辺が縫い終わるよ。あ、意外と時間かかってないね。これはすぐ終わるな。あ、でもちょっと斜めってるかも。なんだろう、線は綺麗なんだけどちょっと斜めってるかもしれない。まあね、味があるってことで。よいしょ。ちょっといっぺん縫い切ってみたけどどう？
綺麗、あ、よかった、これをきちんと。もうさ、玉結びの時にね、私思ってる、いや、毎回やってることがあって、この一回ちょっとその玉結びしたいところで、こうこのように一回こう輪をこう作ってというか、なんつうだ、もう一縫いしっちゃくして、で少しこう余らせて、ちなみに2本っていうか、そのなんつうだ、輪っか作った状態で糸通してあるんだけど、輪っか作った状態、なんつうだ、1本の糸でここ縫ってないんだけど、2本使いで縫られてるんだけど、で片方はそのままピーって引っ張るので、もう片方この輪っかになった方を引っ張るの、要するに別の口から2本の糸が出ている状態にして、ここを片結びすると絶対にほどけないんですよね。だからその玉結びが通っていっちゃわないっていう、だから毎回実はこれをやってて、玉結び人生でできたことのようにやってみます。なるほど、そう、これ良ければみんなぜひ手縫いをする機会があったらやってみてください。その片結びとかももうめちゃめちゃ4回ぐらいさ結べばさ絶対大丈夫じゃん。このようにしてね、できたよー。で余ったところを切ると、これを逆もやっていくなり、ちょっとギリギリ足りないな、ヘアアイロン一回切る、怖いから、お腹もね、スマートに作りはるな、本当？大丈夫、スマート、ちょっと後で使うかもしれないけど、一回もったいないけど、じゃあ長めに、ちなみにさ、その一番最初の始まりもさ、その一番最初の始まりもちょっとこだわりがあって、まずここ玉結びするじゃん、するじゃん、でこう玉結びじゃない、片結び、束結び、わからないわからなくなっちゃったいざこわからなくなっちゃった。でさ、まあこの後で折り返す部分でさ、こうちょっとだけ縫うじゃん、老眼で糸に糸通せない、あれだよ、さっき話したけど、これあのプチンって言ったら通るやつだよ、通さなくていいんだよ、上の Y 字のところに糸をフンって差し込むと勝手に糸が通るんですよ、便利だから100均で買えるやつで、こうあたかもこのまま行くと思いきや、残ってるこの、あー、ラブありがとね、ラブありがとね、タッチを、タッチありがとね、ラブ、小物入れじゃない、マスクタイトルつけてるのにそう で最後このここあるじゃん、この間にこう一回通して抜くと、またこう絶対に抜けないシステムになる、玉結びが絶対抜けていかないシステムになる、天才でしょ。あのこれみんな手縫いの時よければ参考にしてみてください。もう知ってる人もいるかもしれないけど、やってる人もいるかもしれないですけど、そうするとね、まあそのここら辺から糸が切れちゃうこととかはあると思うけど、そう基本的にはね大丈夫になりますので、見てー、おー、目が合ったら一緒にとしゃん、てててんちゅんとしゃん、プレッシャーもスタートだよ。歌詞本当は覚えてるんだよ。私たちはやってきた、イエイイエイイエイ、いい嫁になる、いい嫁にはね多分なんないな、裁縫以外のことができてなさすぎて私の同居人ちゃんとかはね本当にいい嫁になりますよ。
今日もねお魚焼いといたよっつって私の分も置いといてくれて、見習わなくてはいけない。てて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 、イエイイエイイエイ、おお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 。いだこさんお料理もできる、まあ、お料理ねできなくはない、ただ適当だから、なんつうんだろうな、適当だけど煮物はちゃんとあれするよ、あのアクトとか取るよ、うん、そう。でもさ自分のためのご飯ってさ凝らないじゃん、なんかこうみんなでわーってこう美味しいもの食べようってやるときとかはさちゃんとしたの作るかもしれないけど、私にとってのちゃんとしたのってでもハンバーグレベルだから、ハンバーグとかさほんとこねるの、こねるっていう手間私結構普段使いできないんでね、その手間だってさもやしとかさバーって洗ってさ、バーってさあのなんかこうシリコンのさカップとかに入れてさ、上にさあの豚バラとかバンって乗せてさバンってチンしてさ、上に鰹節とポン酢かけるだけでさもう結構美味しいものができるじゃんって考えると、なんかこうハンバーグ作るほどの気合がないんだよな。みーちゃん今来た、いらっしゃい。自分のためにハンバーグはなかなか しない、そうでしょ。とかさオムライスもねめったに作んないね。だってさあいつチキンライスでもう一回完成してるのにさ、また別のフライパンか洗ったフライパンかを使ってさ卵の薄焼きを作るんだよ。私には到底信じられないね。でも美味しいんだよね、そのなんだオムライスにしかない良さ。デミグラスソースとか作る場合もうさらにとんでもないよね、私からしたらそう一人暮らしだとねレンチンめちゃめちゃ使うね。まあ一人じゃないけど一応同居人ちゃんがいますが、それだいぶ私の日常をお届けする配信だね。このような感じで生きてますよ、みさこは。そう手間がかかるって美味しいの。でもなんかやっぱそこまでのレベルいっちゃうと私はもう外でそういうのを選ぶっていうスタイルになっちゃうな。主婦業病、なんかこう自分で作ったら安いし手間もかかんないんだよなって思っちゃうから、生姜焼きとかさ豚の生姜焼き定食とかを外で食べる気にあんまりなれないんだよね。いつ食べても美味しいのにね自分のできるクオリティの限界あるもんね。そう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 、なんかそしたら外でちゃんとプロが作ったやつを作ろうと思えば作れるんだけど、絶対に。でも煮物だけはなんかね家で作った方が美味しい気がするんだよな。あれこれね本当に自分の点数を上げたいとか思ってないし、なんかなんつうんだろう、なんだろうな、今時の子たちがこう煮物を作る女子はモテると誰も思ってないと思うんだけど、私は煮物が食べるのが好き。生姜焼きは千差万別、本当に料理下手でできる人尊敬します。え、生姜焼きはジンジャーエール使うと簡単。え、ジンジャーエール、そのそれ知らない。あの胃の調子が整ったら私豚キムチ系の料理を食べたいな、家で作って。シュンデル大根が好きなんですよ。もうね、シュンデル大根って何？私シュンデル大根知らない。煮物食べたいけど買っちゃう。そう、まあ煮物はね、そう手間かかるもんね。圧倒的にね。けどなんかね家で作った方が美味しい気がするんだよな。
オムライスとかに比べると。オムライスもまあ家で作ったやつ美味しいね。美味しいんだけど、あ、自分好みできるもんね。それだよね。チキンライスの味の濃さとか、チキンの量とか、玉ねぎのみじん切り玉ねぎの大きさとかね。基本ね、ハンバーグとかね、ほんとそうだよね。と言っている間に縫い終わったよ。とりあえず一番縫うのに時間がかかりそうなパートは終わったかな。よいしょ。一人分作っても量多くなる。そう、なんかもったいなくていっぱい作っちゃうよね。キムチってさ、キムチってさ、発酵食品だから私腐らないと思ってたの。でも腐るとき腐るんだよ。かつて体験してしまったよ。それで見事にお腹を壊したことがある。綺麗に縫えたんじゃないかな。裏もこんな感じ。ここはね、後で折り込んでこう。ね、今日来た。このようになるからね。はい。では次、お次のパートは折り目をつけます。あの、いわゆる蛇腹にこう、あ、お茶ありがとね、お茶ありがとね、蛇腹に行くね。一人のサムライズ、蛇腹に折り目をつけて、例のごとくヘアアイロンであれします。どっちが上がいいかな。これ柄によるね。こうかな。こうかな。いつの間にかつけていた私のヘアアイロンを使って、この蛇腹の折り目をえいってします。真ん中からいこうかな。よいしょ。えい、すごいアイロンかかる。天才なんだよな、ヘアアイロンってすごいな。すごい、全然もう3枚重なってるはずなのに全然平気。敵でも味方でも咲いたえ。自分のパート歌い忘れた。いい感じじゃないでしょうか。よし、こうなりました。これがこう、こうなるね。こうなる、あるね。めっちゃいい感じだと思うよ。めっちゃいい感じだと思うよ。じゃじゃ、じゃがじゃじゃ、じゃじゃじゃ、じゃじゃらっちゃ、じゃらじゃ、じゃらじゃ、じゃらじゃ、じゃららっちゃ、じゃらら、じゃらららっちゃらら、じゃららら、じゃららっちゃ、じゃらら、し、チキ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 。で、この使い捨ての、あー、お茶箱ありがとうございます。使い捨てのね、このこいつを、こいつをインして折り込んで縫う、縫うが、ちょっとこの折り込み線ももう一回あれした方がいい。これドッグピーさんがね、作ってくださった曲なんだけど、最初ね、イントロとかね、ピアノ入ってなくて、もっと電子音メインのね曲だったんだけど、ちょっとそのゲームタイアップっていう中でも、もうちょっとこう万音のグルービーさを出したいなと思って、
えのん、川谷えのんさんの、えのんくんのね、やってるジェニー杯、クッキーさんとかやってるジェニー杯のこういう感じの音質の楽器にをもうちょっと入れられたりしませんかって言って、ちょっとジャジーにしてもらったんだよね。結果としてすごい臨機応変に対応してくださって、すごい素敵な曲になってよかった。よし、作る配信なのにみさこの顔見続けてる。これでそうなんだよね、そうなんだよね。今ちょっと折り目つけたけど、こんな感じで折り目をね両方ともつけていくね。え、怖い。電話誰、電話番号しか出てこないんだけど、つまり知り合いじゃないということ。なんだろう、何電話、小渡2円だよ。基本出ないようにしてる。はあ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 、ちょっと後でググろ、今かかってきた電話番号。そういえばね、最近ね、いろんな人のねキャスをねよく見てるの。あのいろんな人って言っても本当ファンの人とか応援してくれてる方のとかね、有名なキャス主さんとかではなく、なんとなくこうタイムラインに出てきてキャスやってますっていう人のを見てる。あの閲覧人数3人の時とか、そのうちの3人のうちの1人がみさこだったりとかしてます。そうなんだけど、あのなんかこう私がさこうイエーイとかさ、なんで曲止まったの、なんで曲止まったの、怖いよもう。なんかそうでとかさ、ルルちゃんから流れるんか、ルルちゃんかなんかあるか、まあもうすぐ一周だったから、うん、怖いね怖いね。だってで充電しながらやっていくからね、これね怖いよ。そうでなんかみんな構ってくれるのよ、私が浮上すると。まあそれはありがたいんだけど、だけどさ、もっとみんなのくだらない話聞きたいの私は。キャスを見ながら留守電入ったとか、留守電入ったとかかな、そうかもしれんね。今日はか、今日も可愛いの、みさこ。ありがとな。ありがとな。これで、ここに、このように、紐を入れ込んで、今度手縫いをしていくよ。俺は、手縫いパラダイスの幕開けだ!たまにしょうもないツイキャスしてしまう。そう、しょうもないツイキャスしてほしい。で、なんか私がいるからとか気にせずに下ネタとか話してほしい、その時。なんかリップでさ、あの、本当になんつうだろう、本当にただ下品なさ、いや、下品つってもなんつうだろうな、私が好きな下ネタって2種類あって、本当に小学生が喜びそうな、頭の悪い、うんちとかそういう下ネタか、あの、バカリズムさんが時々発揮されるような、なんかあの、上品な下ネタ。かつてあったバカリズムさんの下ネタ系で面白かったのは、あの観音小説のような表現で日本昔話を読むみたいな、なんか日本昔話だったか分かんないけど、絵本のような感じのやつを読むみたいなのがすごい面白かったんだけど、そういうね、そのセンスが合致してる下ネタは好きなんだけど、それ以外の下ネタは、あの、あまりファボしてない。リベで飛んできても実はそう、ケンコバ系の下ネタ、そう、ケンコバ系の下ネタはね、ものによるかな。もうあまりにもひどすぎると時々笑っちゃうけどね。そう、なんか親がね、やっぱこう道徳的な人に育てられたからもあってね、なんかね、ものによるんだよな。
きな下ネタとそうでない下ネタの差が差があるんですよね。こんな感じかな。ここでちょっと縫っていこうかな。ここにいたんだ少女がさ、さて死んじゃった。いやなんかさ、リップとかすごいさ、基本的に全部嬉しいんだけどさ、あの基本的にファボしてるんだけどさ、やっぱなぜか時々このアカウントからはあんまりこうリップが来てもなぜか読めないみたいなアカウントがちょいちょいあるっていうか、原因不明なんだけど、原因不明なんだけど、これで縫っていきます。よいしょ。これね、なるべくここも綺麗にしていきたい所存だが、この紐がついてるところだけはどうしてもちょっと何往復かしたいよね。ここだけしっかりと。あ、刺した。軽くだけど。大丈夫大丈夫、超大丈夫。薄皮に刺さった。夢中になると周りが見えなくなるのは本当やめた方がいいと思う自分に対して自分に対して切れるけども。はい、せーの。まだだった。あのゲネプロみたいにさ、この SE も含めてさ、あのライブのさ通し稽古みたいなのをするときにさ、いつもここでバーモンメンバー超ノリノリで踊ってるんだよ。自分顔がでかいのでゴムで耳が痛くなるのやら。でもさ、すっごいさ痛くなるやつあるよね。めちゃめちゃあるよ私も。でも歌舞伎役者さんとかはさ、顔が大きくて目鼻立ちがパッチリしてる人が遠くのお客さんまで表情が見えるからいいらしいって聞いてさ、小顔至上主義だと思いきやそうじゃない場所もあるし、それぞれがそれぞれのこう自分自身を生かせる場所はきっとあるんだろうなと思う。なんかね、やっぱみんな結構ないものねだりって絶対あると思うんだけどさ、抜けない指抜きが欲しい。よいしょ。そうなんだよね、誰かにとっての長所は誰かのにとっての短所だし、誰かにとっての短所誰かにとっての長所なんだよね。自分器用貧乏だからっていう人にやっぱすごい私は羨ましいって言われるもん。すごいバランスおかしいけどね私できることとできないことのバランスが。いい曲だよね。
他人同士でも羨ましくなるね。羨ましくなるよね。でもね、それ自体は私悪いことだと思わないっていうか、なんかそれがエネルギー源になってさ、めちゃめちゃ頑張れたりとかさ、誰かに憧れてさ、目標に向かってさ行くことってさ、めっちゃさええやん。だからその人と比べちゃダメって、それはその元気がなくなるからであって、そうじゃないところもあるっていうか、人と比べるのはまあそうね、そう本当だから、それによって元気がなくなったりとか、悲願で嫌なやつになったりとか、そういうことがまあ良くないんであって、人と比べること自体が私は全部は全部悪いことだとはあまり思わない。いいギターソロ。あれさ、かまってちゃんとゾックさんとの対バン時のかまってちゃんのライブめちゃめちゃ良くなかったですか。ともの君がやっぱそのダンサーになりつつありはするんだけど、唐突にこうみんなが演奏で暴走するとか時とかのタイミングで弾くもの君がめちゃめちゃかっこいいフレーズ弾くんだよね。っていうメンバーじさん、めっちゃ良かった、めちゃくちゃ良かった。いやね、あれめちゃめちゃ良かったよ。すごいいいライブだった。後から見たら、あ、膝裏が痛くなってきた。あのさ、最近そのみんなに会えなくなった予定とかを使ってさ、あの基礎トレーニングの先生にこうと一緒にこう基礎トレーニングのメニューを一緒にやったりしてるんだけど、その時に私膝裏をあまり使ってないって言われて、膝裏をと思ったんだけど確かにそうなんだよね。膝裏、逆に言うとみんな使ってるんだ。でさ、私さ、むくみやすいのが膝の上とかなの。膝周りが多分私あんまちゃんと使えてないんだね。よく思ってみたら、なんかその歩き方ペンギンみたいだし、多分膝周りの関節をちゃんと動かしてないんだと思う。そうごめんなさい、耳がおかしくてキストレーニングって聞こえた。それどんなトレーニングなんですかね。膝裏は意識せんなね。トレーニングっていうと、まあそうそうそう、運動とかそのこういうことををトレーニングでやったらダンスが揃いやすいとか、そういうのもあるし、いろいろ含めての基礎トレーニングかな。筋トレもあるし、柔軟もあるし。この曲もさ、決めろハリーの瞬間にさ、私歌ってるのにさ、ドラムのシンバルのカップチキチキって叩いてるじゃん。あれさ、最初はできなかったんだけどさ、練習するうちにできるようになったのね。だから人ってさ、もう何歳になっても成長できるんだなと思って。ちょっと待って、今しくってる、ややしくってます。糸が足りなくなった、音が足りなくなった、うん、そうだ、なんて気も言うてなんてしない。私さ、正直歌あんま上手くないけど、それでもちょっとずつ上手くなってるのを感じるから、いつかめっちゃ上手くなるねてる。ゾックさんはすごいぜ。ゾックさんはすごいね。人気って要するに各々のカリスマ性がすごい。女の子からの指示が。助かる。ドゥ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 ド
みさこさんの歌い方好き、みさこさんの歌声めっちゃ好き、みさこさんの声好き、嬉しい。よし、チクってたけど大丈夫になった。あ、これ片方できたんじゃないですか、これ片方できたんじゃないですか、これ突っ張って突っ張って見上げてしぼんしぼん、ファッションモンテーションパンティスタンカフェ、決めろ張りてっ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 てる咲いたフフフフ、そこだけフフフに捨てていない。ちょっとややこいことやった。テレン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 、どすこい、間違えた、こっちゃんだった。チャ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 、全然手元見えなくてごめんね。かわいい、出来上がり楽しみ、笑った。美咲さんのパート好きすぎて記憶ない。新しいな、もっとイヤモニマイクも進化してね。それはね本当に日々感じる、どうしてもね。そこはほらいい感じに、これ若干あれだね、若干、まあでもいいか、これもか、これもか、このようになる予定。ちなみになんか私はちょっとサビとかが怖いかなと思ってあれしてたんだけど、入れなかったんだけど、その使い捨てマスクのここの部分のワイヤーも利用、これ縫い込むときにそこに入れればいいだけだから、ワイヤーも利用するということもできる。あれ、オフになってた。ドッタドドッタドドタドドタドタドタドドタドドタドタドタドドタ。私ここのドラムのフレーズエッチだなって思いながら叩いてる。なんかわかんないけど色気を感じる。ドッタードシンプルだけど、みさこの手作りな折り目の方向があるってシャッピーが言ってた。ああね、そうあるよね、あるけど私はそれを無視して蛇腹で作ってる。ふぅ、これハロウィンに行きたくない？ワイヤーまで考慮したらやっぱブラジャーはいい素材だったと。あれブラジャーのワイヤーは折り曲げらんないから別に鼻にフィットするわけではないよ。わかる。何に対してのわかるだったんだろう。いやこれあれですね、スリルありますね、やっぱ青い人で作ってるから。青い人で作る人おらんやろ。ピンクとかもあったけどさ、やや白い糸に近い色とかもあったけどさ。あ、これさっきあれね、糸通しの過程見てなかった人、この便利な糸通しだとこの上の上がね二股に分かれてるんですよ。糸通しの、糸通しじゃないや、針のここに引っ掛けて、まあちょっとアップにしても見えないんだけど、ピンってやるとこれで糸が通るっていうね、便利なやつだよ。形状記憶合金だから加熱して成形したら曲がるのでは。あ、それはそうかもしれん。ファイファイファイ、ガール2初めて聞いた時ハロウィンっぽい曲調だなって思った。すごい、へえ、いやそう、こんなんあるんですよ。これすごいよね、これすごいよね。ちなみに多分そのミシンとか使ったらもうものの数分で出来上がるんじゃないかな。
とほら見えないか、少しだけ私のメイクは残ってる。本当に使い終わった後のやつをそのまま使っているせいで。一生されて死にたいね、そればかりは。なんだろうな、私自己顕示欲自体はそんなないと思うんだけど、誰かの役に立って死にたい。ああ私この人のために生きててよかったなって思って死にたい。優しさが吹きてやる君さ、優しくはないな。だからそうさっき言ったけど、私がこう関わるべきだ、人生において関わるべきだったんだって思えるような相手のことは本当にこよなく心の底から愛してるけど、そうじゃない人までは私全員に、なんだろうな、なんだ金の話とかで例えばするとさ、めっちゃ困ったらいくらでもさ、多分その好きな人のためだったら借金背負えるけどさ、あでもそんなことないか、募金はしてるな。誰なんかどうでもいい人にはお金あげないって言おうとしたけど、そんなことはないそんなことはない、わかんない、めちゃめちゃ平和主義なんだよね全体的に元気ないっていう世の中がすごい嫌いだから今すごい辛いみんなかわいそうなんだもん。早く好きな人に好きなだけ会いに行ける世の中になるといいな。今ね、お尻をペタンってくっつけて座ってるからね、顔しか映ってないけどね、正座したらもうちょいフレームインできるんだ。私楽してごめんね、突然の顔で。ペペ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 ここら辺で作業してみようかな。やっぱこう布が固まってるところは糸が通りにくい。にゃん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 、リアルに知ってる人がいるって不思議。リアルに知ってる人できそうね。もうすぐ完成ですね。でこの最後の小棒とかをさ、くっつけ忘れるのがミサコなんですよ。私かつてさ、トートバッグをね、なんだ、結婚式の時にさ、持ってくトートバッグって超むずくない？なんか可愛いなってデザイン思うやつって少ないっていうかさ、でも服さ、入んないんだよな、このちっちゃいバッグに、みたいなさ、ちっちゃいバッグと一緒にさ、なんか、ご祝儀とかさ、入れられるようなトートバッグが欲しいなと思って、かつてさ、作ったことがあったの。その、クラシカルな、なんつうの、クラシカルな装いにも
合うトートバッグ作ろうとして、一番最後にワッペンをつけるときにさ、カバンごと溶かしたんだよね。溶かした、焦がした、やったなと思ったよ。バラのワッペンをつけようとしたときに一番最後、あー綺麗に上手にできた、裏地も可愛いねみたいな、裏地花柄で可愛いねみたいな、あともうこれワッペンつけるだけだよっていうところでね、綺麗にアイロンの跡がついてる。そんなことある？こんぐらいのテンポで毎回喋っていいんだったら、私いろんな作業しながらツイキャスもっとできる。クラッシャー美佐子、2億年ぶりぐらいに来てみました。ありがとうね。いつもどうしても米読みマシーンになってしまうから、まあ、そういう回もやっぱあった方がいいって、米読んで喜んでくれる人いたら嬉しいなと思うけど。猫がこちらの様子を伺っている。一瞬だけ、え、ハモネプまたやんの？マジ？マジか。ラブヘア好きだよ。あ、戻ってきた。ドキュニーちゃんの部屋に戻ってきました。猫、撮影を断り、そのようだね。残念ながらね、彼は安くないんだね。この子、この子おかしいな。ブリンナイダンスのイントロってすごい急に上がるな。やりたいことだけ、やりたいだけの、はい、ちょっと暖かくなってきたな、一回脱ごうかな。めちゃめちゃ生きてる。ラグヘア懐かしいね。そう、ラグヘアね、大好き。バンドじゃないもののメインのマネージャーをやってくれるイワちゃんがさ、ラグフェア好きで、すごい今でも時々ラグフェアの名前を出すんだよね。私そのやっぱ推しとかがいたんだけどさ、ラグフェアに、イワちゃんも私も。イワちゃんはオックンとレオのどっちかなんだけど選べないって言って、私は加藤くんが好きだった。アカペラ、キャワのお洋服ですね。なんかさ、なるほどねって思ったやつがあるんだけど、メンタリストの大吾さんがさ、自己評価が高い女性は低い声の男性を、自己評価が低い女性は高い男性のことを好きになりやすい、好意を持ちやすいって言ってて、えーって思ったんだけど、そういえばそういう推し的な話をすると、私高い声の人ばかり推してたなと思ってびっくりしちゃった。人柄とかで好きになってたんだと思ったのに、なんかそういう無意識化でさ、そういうのあるんだなと思ってさ、それある、そんな意識したことない。でも声が好きだなと思ったことは一度もないんだよ。たまたまやっぱこう無意識化で思ってるんだよね。その不思議だよね。高音の練習します。で、高音を練習すればするほど出るらしいから。やるとこだった、やるとこだった、本当にやるとこだった、びっくりした。今もう最後の人脱いだって思ったけど、だってギリギリ入るかな。ちょっと待って、本当にやるとこだった。
だけど危ねえ本当に。これは危ないよ。本当にあるからね、ミサコっていう生き物は。怖い怖い。ギリ収まりましたね。よかったよかった、めでたしめでたし。これでね、切ったら私のマスク完成です。まあね、これあとね、本当はねもうちょい時間が空いた時にもう2個ぐらい作れたらきっとこうシフトチェンジできるからね、いいでしょうね。よいしょ、これマスク終わったらなんか一発歌でも歌おうかな。いやさ、なんかさ、春だからさ、なんかの機会にひらひらとか歌いたいなって思ったんだけどさ、バンモンの、まあ、言ってカラオケ音源があるわけではないんだけども、後でのんびりひらひらでも歌ったらおしまいにしようかな。ありがとう、お茶、お茶ありがとう、ちょいちょいお茶ありがとう。春なのに花見が、そうだね、春なのに花見が。よいしょ、お茶ありがとうね。好きなの？エア花見しません。いや、エア花見したいな。エア花見したいよ、私も。エア花見って何？めちゃめちゃ同意しといて。エアな花見したいね。よし、できた。装着してみよう。めっちゃいい感じじゃない？めっちゃいい感じだね。綺麗な縫い目。いい感じ。これはいい感じ。いい感じですね。いい感じだね。これで、これで生きていける。もしマスクが切れちゃっても似合ってますね。私私服やや派手だから多分割とハマりますね。これは普段の私服、試しになんかアウターとか着てみようかな。マスクコーディネート大会、アウターがそこら辺にすごい転がってる。かわいい、おしゃれ、いいのでは。これね、普段の私服が奇抜じゃない人はもっとなんかシンプルなデザインでもいいと思うし、これは着物だね。かわいい、いい感じ、いい感じだね。いい感じだ。これでインナー、インナーっていうか青い服とかも合いそうだね。中身息苦しさもめちゃめちゃちょうどいいですね。息苦しさ薄めに作ってよかったかも。これあれだね、でも結構薄く作って、結構薄く作ってこの感じだから、もしかしたらタオル地とかで作っちゃったら分厚いく感じるかもな。下地、下地っていうか、なんつうんだ、このメッシュじゃなくて何だったっけ、脱脂綿じゃなくて綿、綿ガーゼ、ガーゼなかったとしてもで、もしかしたら
あとこのガーゼがおいおい毛羽立ってきたら多分毛玉取り機とかで毛玉を取った方がいいでしょ。はい、完成度高い、いい感じにできた、イエーイ。まだ布めっちゃ余ってるから同じデザインのやついっぱい作れるけどせっかくなら別のデザインのやつ作りたいないろんなやつコーディネートに合わせてマスク作りたいな手縫いとかいい感じにできそうね。で手ぬぐいか、手ぬぐいね、そうそういい感じにできそう。かなりね薄め、いわゆるハンカチっていうぐらいの薄さ。これもう後ろこんな透けてる感じのやつね、信じて。これ多分よく見たらちょいちょい曲がってるんだけど、柄がこうごまかせるがまががま柄だから全然大丈夫だねガゼの生地って気持ちいいね。そう顔に跡がつかない素材がいい、確かにね。これはつかなさそうだな、全然。なんだ、普通の市販のマスクぐらいの窮屈感、チクチクも全くしないね。いいね、ここちょっと飛び出てるけど、まあ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 大丈夫でしょ。でもミシンとかで縫ったらもっとね綺麗に端っこまで縫えるんじゃないかな。縫いだけど飛び出てるところできる、イエーイ。作るの難しそう、本当？え、家庭見てた人超簡単だったよね。買って見てた人、私が手縫いだから時間はかかってたけど、多分全然ね超簡単だよ。見事に器用だった。本当？鼻のあたり小さな葉っぱ、そう。男メンバーにも作ってあげよう。いや男メンバーには自分で頑張っていただいて、マスクも本当にも可愛すぎてもらえてる、本当に裁縫得意な人ならね。よし、うさぎになるよ、もう元気。いろんなの作りたくなるね。作ってほしい、全部買いますか。買うシステム。マスク今売ったらなんか大変なことになりそう。なんかね、怖いね。もう今のご時世、マスク。なんか、手作りで出品してる人が、もうボロクソに言われてるらしい。かわいそうに。なんか、その、あなたが材料を買ってるせいで、材料不足になってますとか。かわいそうだね。手芸配信楽しいね。なんかのんびり雑談しながら、ミシンだとこういうわけにいかないね、多分ね。ミシンないから しないけど、ダダダダダダダって言うもんねね、かわいそうだよね。だから今回のなんかことでさ、なんつうんだろう、みんなちょっとなんかおかしくなってる人はおかしくなってるんだろうなっていう。マスク自撮りをアップしてほしい。マスク自撮りあってでしよう。できたね。さすが元営業の、そう営業だったんだ。でも営業はね、いかにこう、そうね、いかに足を運ぶかが一番大事な気がするな。あなたがマスクを作るから可愛いです。ガーゼ不要なのに買い占めるらしい。え、ガーゼ不要なのに買い占めるの？でもこれはね、私いっぱいあったからね。まあでも、まだこれをさ、その何十回と言って選択してないからさ、もしかしたらすぐダメになるかもしれないし、この中のガーゼがね。そしたらごめんって思う。ごめんって思うっていうか。そしたらね、計算違い。ダイソー素晴らしい。ね、そうね、そうだからマスクの紐がないっていうのはびっくりしちゃったの。じゃあちょっとひらひら歌おうかな。コメントもちょいちょい見つつ。あ、ポンちゃんの配信してた。あ、見てた。ごめんね、私ポンちゃんと被ってんの知らなかった。ごめんごめんごめん、ポンちゃんのこさんレベルでいっぱいやってるわけではないからね。ひらひらって何？あのね、万文のね、春の曲があるんですよ。出会いと別れの季節に作ったね、ひらひらっていう。だからね、ひらひら歌おうかなと思って、歌詞見ながら。でもかぶせで歌うだけだからね、私は歌いたいだけなんだからね。あ、いい曲。
いい曲だけどイントロ入れない。これ歌から始まるじゃん。私も願いがってなるやつじゃん。むちゃむちゃ、もう一回頭からいくわ。こうやって歌詞見ながら、あっあっちの様子映る、恥ずかしい。あっちあんま綺麗ではないから、なんかコスプレの時のなんか材料とかがいっぱい。これさ、いつもの交差点、赤信号を待つ一瞬、あなたの大きな手のぬくもりを思い出すのっていうのね、しおちゃんには話したんだけど、あ、これも歌詞私が書いたんですよ。歌詞いっぱい書いてるんですよ実は。あ、福岡の初ひらひら思い出す、いやいい思い出だよね。そうで、あの、なんで赤信号を待ってる時に思い出すかっていうと、これ対象が誰っていう話はしてないんだけど、赤信号を待ってる時に手を繋いでたんだよねっていうのを思い出すんだよねっていう歌詞だよ。歌詞いいね。創作詞屋さん、頭からにしよう。もう願いが届くのなら、あなたの幸せを願うよ。ひらひら舞う桜の花に乗せて。いつもの交差点、赤信号を待つ一瞬、あなたの大きな手のぬくもりを思い出すの。街も人の話もあなたの影探して見つけるたびに、無理して笑った。もしも願いが届くのなら、あなたの幸せを願うよ。今はもう会えないけれど、その指が触れた頬や唇に残る桜色の温度をまた抱きしめて、私は歩いてく。ちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃん。モノクロみたいな、あなたがいないこの部屋でも、集めたかけらで小さい虹が作れたらいいな。口喧嘩した後の深い眉間のシワも忘れられないよ。大好きだったよ。もしも願いが叶うのなら、あなたの隣で眠りたい。今はもう会えないけれど、その声が呼んだ私の名前は一番の愛の言葉だね。返せなかった、さよならとありがとう。また一つ季節が巡るたびに、空は奥くなってゆく。お願いします。あなたがくれたこの
景色の映っていく色も心も全部全部大切だから、もしも願いが届くのならあなたの幸せを願うよ。今はもう会えないけれど、この胸にちゃんとあなたがいるから変わらない思いを送るよ。ひらひら舞う桜の花に乗せて、見さこるよね。はい、というわけで見に来てくださった皆さん、めちゃめちゃありがとう、ありがとう。歌ってすごいね、あのね、ドラムとかはさ、もうお届けするのにめちゃめちゃ大変だしさ、曲ありきみたいなとこあるけど、歌ってお家からもお届けできるからすごいですね、うん、ありがとうございます。みさこさん、生きるのつらいよ。そんなこと、そんなことね、いっぱい言っていいんだよいっぱい言っていいんだよ。つらいよね、そう、わかる、つらいね、生きるのつらいからさ、あの面白きこともなきよう面白くってさ、上杉謙信だっけさんがね言ってらっしゃったけど、世の中なんてね、もともと不条理でね、もともと暗いものなんですよ。その中でどれだけね楽しいかけらをね集めて生きていけるかが大事だと思うんですけど、それをねなるべく与え続けるのでね、よければねこれからもねそれをね拾っていただけたらなと思いますね。みんなだから無理して元気にならなくていいけど、なるべくあったかくて美味しいものを食べて、で辛いっていう時はね、辛いって言ってもらってもね構わないので、そんなことはねいっぱい言っていいんだよ。辛い時はね、楽しい辛い、高杉晋作と全然違うね。はい、高杉晋作でした。最後までお世話ありがとう、ピエン。ではね、みんなまだ寝ないかもしれないけど、おやすみさこありがとう、イエーイ、声つけて